ケンジ エース ザ シジジです。眠いよね、今日ね。同じスケジュールでもさ、今日なんかすげえ眠いな。わかる。あるっすよね。今日それが今日なのよ。やばい。やばくない？なんか、ずっと眠いよね。いきなり、一緒に歩いてくるんですけど、ほんとなんか、やさぐれてたもんね。俺が?で、なんか同じバスに乗ったりするんですよ。僕、ケンジ君が席座ってて、僕さ、荷物多かったんで、一個後ろの席座ったんですよ。そしたらちょっと細身のね、マダムがケンジ君の ところになんかさっと座って、なんか熟年夫婦みたいになって遊んでた。でさ、本日の企画は第1回恋愛王だって、もう見たらわかるでしょ。恋大きい乙女たち4人しか乙女たち多分遠そう、俺らが8位、7位、6位、5位CCC の恋大きい乙女勢ですから。というわけでね、今日はもう至ってシンプルでございます。第1回恋愛王ということで。うわ、めっちゃやりたくない俺こういうの。うん、ほんと全然好きじゃない。今回の企画なんですけど、ニコンさんの方に、恋愛に関する質問を出していただきます。それに対して僕たちは1人1つずつ、おのおの答えを出していくんですけれども、それをなんと今回は、僕たちのツイッターのアカウントでアンケート機能を使いまして、で、ある程度時間が経った後にそれを集計して票数が決まりますから、それで、順位をつけていこうという企画となっております。なるほど。僕たちフォロワーさんはもちろん、女性の方が多分多いと思うので、そういういろんな人たちの意見を聞いた上で、じゃあ誰の回が一番恋愛としていいと思われてるのかっていうのを決めていこうじゃないかという企画です。先生とはどうやな。そうです。誰の回答かわからんわけやから。そうはい。さあ、というわけで本日はですね、誰の恋愛感が一番女子受けするのかっていうのをシンプルに決めていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツショータイム。それでは、ニコンの第1問目から質問の方をお願いいたします。デートで遅れてきた女の子に対して言う優しい一言は？うわ、無理やろ。一言もクソもあるか、そんなもん。一応ツイッターのアンケートの機能上25文字以内で収めてください。一言ですからね。ビリやった時えぐいからな。そうな。やったらな、なんか挑戦したから負けた感な、ちょっとなこじつけたいもんな。挑戦するの？じゃあそれ言い出したらさ、全員さ、全然ええでって終わりやすい。まあそうだね。ってなったら、多少なりともアイデンティティ必要なんでしょ。なるほどね。ってことはあれか、そのツイッターのその25文字以内の文面でどれだけキュンキュンさせられるか対決ってこと？ともあるな。近いしよね、そういうことだよね、ニュアンス的にはね。オッケー、できました。じゃあ今 OK ですか？うわ、まあ、ジンブルだったら。まあ、そうですよ、行きましょう。今回多分はい、わかりました。僕の回答ですね。全然大丈夫だよ。でもその代わりちょっと遅い時間まで付き合ってくれですね。あじゃあ夜9時に帰る予定だったら、じゃあちょっと10時ぐらいまでちょっと付き合ってっていう感じにしたいな、僕は。じゃあケンジ君行きましょう。いいよ、店予約してるから早く行こう。おー、ああでもぽいね。ちゃんと予約してくれてんだ。じゃあ、はるき行きましょうか。遅れてきた彼女に一言。はい。いつもよりちゃんと遅れた分、可愛くなってるから、いいよ。遅れた分、ちゃんと可愛くしてきたよなっていう。そう。いや、分かってる。メイクとかに時間かかったってことやろってことやな。いつもより気合い入れて準備してきてくれたんだね。そう。気合い入れて準備してくれたんだね。可愛いよ。に変更でお願いします。目の圧が今。じゃあ、特定外来生物誰がやるか行きます。誰がピースしてもらった。全然大丈夫、お題行こうか。です。おシンプル。おー、待って。ちょっと待って。なんかやった。うわ、じゃあそれ言い出したらさ、全員さ、全然ええで終わりやすい。まあまあそうだね。ってなったら、多少なりともアイデンティティ必要なわけでしょ。はい。うわ、やられた。信じられない。なるほど、じゃあ回答出揃ったということで。はい。これじゃあ一旦アンケート。はい。25文字に
和樹くんも25文字 いけてないですよ。もしじゃ俺はちょっとだけ長く付き合ってくれたらいいように。あ、違うわ、いつもより、それ俺のためのあ、もうどんどんこいつなんかアップデートしてるお前使えよ、これ葉月が言ったやつ。それではすしえいえいじゃあ、まあこれはじゃあ結構まさにまあ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 ですね、はい、じゃあそれでは早速ですけど、第2問、はい、いただきたいと思います。私のどこが好きと言われた時の答えは何。じゃあこれあれにしよう、全部なしでいこう。あ、全部好き。あ、いやそれはそうでしょ、なしでいこう。これ全部好きなわけないんだからまあまあまあ例によって、じゃあこっちからいきましょうか、うん、私のどこが好きちょっとごめんなさい、キモいですもうちょっと無機質にお願いします私のどこが好き。安心できるところかな。私のどこが好き。ずっと一緒にいられるところ。私のどこが好き。誰よりも俺のことを一番に愛してくれてるところ。タイム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 。私のどこが好き。家族を大事にしてる。俺ね、なんかそのなんか俺のことを一番好きでいてくれるとかはちょっとなんか微妙なんですよね。別に俺のこと好きだったら誰でもいいやにも捉えられちゃわないかなって。俺は女の子としてはそうなの、あ、ね、私的にはそういう風にちょっと思ってもするかなっていう。あと何しようか。安心できるところですね。服よかって福岡の方タイプですし、やっぱあの安心感ある人がいいよねって今願望もこもってます、これには。はい、じゃあ、俺これやばいな。揃ったということで、じゃちょっとケンジ君がね、今からアンケートを。お前入れんな、入れんな。おい、ケンジ君がさ、ケンジ君がさ、今俺のツイートにさ、なんだよ、何を入れたんだけど。何が、うわ、何が、今ダメだ。え、怖っ。じゃあこれでいきましょう。はい、はい、いきます。1時間でした。はい、一緒でした。好意を抱く友人へのさりげないデートの誘い方は。まあだから最初からさ、そういう出会い方じゃなくて友人だからね、多分友達向こうはワンチャン意識してないわ。こっちは意識してる。はい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 。あ、こっちのがぽい。マスね。あ、マスター。そうだね、マスター感あるね、これ。マスター感あるね、これ。じゃあ次俺から行こうか。あ、OK です。はい、行きます。ちょ、スタバの新作飲んだ。飲んだ。飲みに行こう。これです。今度デートしようよ。お、ストレート。うわー、それ痛い。一回デートしようだったんですけど、だったんですけどと思うやんか。思うやんか。お前ってあれ好き、俺も行きたいから一緒行かん。スタバと似てるって思うやんかって思うやんかって思うやんか。来週の土曜行くから待ってて。餃子好きだったよね。めっちゃ美味しい店見つけたけど行く。違う、まあ、違うよね、これは違う。それはお前は相手の好みを知ってる方やな。違う。さりげなくないのはどうなんやろうな。でもね、多分葉月くんのこのキャラクターとか人間的にちょっと俺思うのは、これで多分生きてきたんだよ今まで。だからしゃあないっちゃしゃあない。ケンジのさ、なんか来週行くから待っててみたいなんてさ、もう道明寺じゃないそれは。来週行くから待ってて、待っててなって言って部活あるからっつって面白い女って言うんでしょ。では、次が最後、はい、いただきましょう。お題を。彼女に作ってもらった手料理がまずかった時になんていう。うわー、これどうなんやろな。これさ、このフォローするだけが優しさなんかなと思うねんな。じゃあ行きましょうか、はい、どうしましょう。で、これがいくか。じゃあ風太くんから行きましょうか。はい。え、俺も肉じゃがよう作んねんな、今度一緒に作ろうや。
作りながら教えていくタイプだ。一緒に作ります。この人はこれからも一緒に俺のこと料理作ってくれるでしょ。じゃあこの人はこの味が好みなんやってここでもうインプットしてるんですいやまあこれはもう文面ですから25文字ですから次行ってください。あのさ多分ね嘘でしょ嘘でしょでそっちそういうこと一つ星あげるわ食べログのやけど大喜利大喜利大喜利いけいけいけあとちょっと頑張ったらめっちゃうまくなると思うから花嫁修行一緒に頑張ろう花嫁修行、まあ、まあ料理もありますから今度一緒に作ろう作り方教えてほしいだったけど、だったけど、炊き込みご飯？あ、ハンバーグか。絶対これどっちか俺やと思われるわ。さあというわけで4問終了したんですけれども、まあ意外と個性的な回答が揃ったというか、あとはまあもうなんか俺らでさやいや言ってようが言わんかろうがこれはアンケートの向こうの人には届きませんから動画上がるまでは、あとはもう素直に数字を待つのみということでございますね。はい、それでは結果を乞うご期待ということで1時間超えスキップ。はい、というわけで1時間の投票時間を経て僕たちは帰ってきたぞと。俺一個だけ文句言っていい、はい、なんか1問目やったっけ、大丈夫ほな行こうかみたいなやつ、あれお前もっとちゃんと俺っぽく打てって。いや何がそれ、大丈夫ほな行こうかぶち切れこれ大丈夫あれはじゃあニコンさんから送られてきたやつ。そのままお前さほんまにそれでは早速ですけれども結果発表の方行ってみたいと思います。はい、行きましょう。じゃあまず第1問目から、デートに遅れてきた女の子に対する、優しい一言ですね。はい、はい、1位 46%。 おお結構じゃない、半分。タロくん、おおよっしゃー、これ待ってこれ嬉しい嬉しいぞ。2位頼む、ここが一番いいね。 26% 半分やふーた、ほらほら関係ないんだって、関係ないんだよ。ほらほらほらふーたくんやなって思ってくれたんですよ多分。ふーたはでかいです、嬉しいです。もう恥ずかしい、もう恥ずかしいわ。3位 25%、 あれ一本差だよ。じゃあビックリマーカー登場シーズン中ハズ、おーい最後はこれもなんか40%、 3%。 やばいじゃん、俺のツイッターに対して自分のツイッターから投票を入れたのにもかかわらず3%だったことで、そうやね、投票数、約200票、198票入ってますので6人ぐらいです。あ、じゃあそいつらとすげえ仲良くできる15人ぐらいでどうですか、なんかコメントでなんか気になることがあったりしますか。ふーたとけんじくんは、やっぱ申し訳なくなってしまうと、許されてる感がないね。ちゃだからやそれはもう文明のやり方で、ちゃここが良かったみたいな、一応参考まで1個ぐらいでいい。そうですね、まあ遅れたのにもかかわらずこの分一緒にいてねって言われるのが嬉しい。ああそれはす、まあそう、あれです、一緒にいてね、嬉しいというコメントが多いですね。じゃあまずはタコ先生ということで、ありがとうございます。では続いて第2問目いきましょうか。はい、私のどこが好き、ああですね、はい、俺それあれやられたやつね、葉月が直前で俺と同じ答えやって終わったやつや。まあ行きましょう、頼む。1位ハルくん、そうーい、よし、マジすげえ、何パーセントですか。 45%、 おおほら、すごい、すごい、
安心できるって、それなんか抱き枕にできるとか膝枕が気持ちいいとかそういう意味ですからね。はい、あのやらしい意味でしか言ってないですよ。もう乗るなお前。なんかおしまいや。2位が実は同率。うわじゃあビリ行きましょう。ビリ行きましょう。ちょっと待って。急に頼む。任せろ。頼むっていうか俺はだって。9%。うわ。家族を大事にしてる。まあまあまあ、これに関してはちょっとなんか順番のあれもあったんで申し訳ないです。じゃあ葉月くんと健二くんが同率2位。まあまあ太郎くんのやつはやはり嬉しいという意見が多いですけど、安定感とか王道感があるっぽいですね。王道なんだって。俺でも王道だなと思って言ってないですからね。でも王道らしい。そうそう、なんかぽい気はしたけどね。え、じゃあ葉月くんのやつとかどんなコメント、なんか愛してくれるなら誰でもいいのかなって思いますね。ほらね、言ったるわ。他にもアピールしてくる人とかいたら不安になります。ほら、ガチで回答してくれて、ほら、ありがとう、ありがとう。そうだよね、でもフィンジ君のに対してクジラつけてる人が2番は嫌ですね、なんかイライラしちゃいます。誰だ、言ってみろ。名前を言え、名前を、名前を言ってみろ。でいくらでも見れるから、リプラン見れば。次行きましょう。第3問目ですかね。恋を抱く、さりげない、さりげない。あー、これな、これですよね、デビじゃないと思うねんな、俺。それでは結果発表のほどお願いいたします。1位、47%。 結構高い。めっちゃ来てる。今までで一番高い。今までで一番高い。ふーた、わっしゃー、すごい。スタバ、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 スタバ。では続きお願いします。2位、27%。おー、どれも大悟くん。よーし、そういうことだよ。もうここの回答に関しては何かコメントがあるても面白い女で返すしかないから。じゃあベベが決まると思います。3位、 24%。 おっ、もうもうもう、はずき。よーし、まあシンプルなやつで、最後ね。で、最後が、最後は2%。 デート行こうやったし、そもそも勝手に予定決めないでください。前マジ、え、土曜9時恵比寿ガーデンプレイス。時計台前。面白い。ありえねえっつーのやってさ。ありえねえっつーのやって。マジ、さりげなさ、いい感じのさりげなさがマスターバー。うん、いいっていうのが多いですね。クジラマークしてくる人が面白い女、今回は面白い女しか言えないからね。いきなり何ってなっちゃうし、こっちも予定があったりするかもしれない。どうせ暇だろ。だから違う、ないだろ。だから違う、面白い女しか言えないから。あれ、どうせどんまい最近入れたら2秒くらいで来るだろ。やだやだ、ありがとう。そういう最終問題。最初問題、ね、彼女が作ってくれたロケが、ここ大事だな。ここですよ。これ痛い。いや、ちょっとやだよ、これ俺ちょっとやっと。よし、よっしゃ、よし、聞こう。あるの、マジで。1位からお願いします。来い。1位、73%。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、それはさ、ちょっと待って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 、こいつ結構ガチで。ちょっと待って、頼む。来い。うわぁ、しゃぁ。あぁ、しゃ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 ぁ、2位、10%。 お、まあまあ、70%ね。何本言ってんやったら10は結構、これ読み修行が、あれ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、これはまずビリ聞きましょうか。正解、1%。え、接戦や。19入っちゃったことか。あ、ぶっ
が 9% で3位。はい。じゃあまあちょっとあのコメントの方をちょっと一旦ちょっと何言ってるのかなっていうのだけ。フータのやつがいいよと。はい。それ以外大体全部いや。そうでしょうね。うん、さあというわけで、まずいなこれ。4項目決まったわけなんですけれども、これちょっと非常にまずいことが起きまして。4位何回になりました？1回。1回。2位は1回。1回。1位は2回。2回。これ同率なんですよ。もうマジで。そう。いやなんかでもそれトータルで考えた結果、まあ、これはちょっと風太くんじゃないのかなと思いますけどね。僕はどうして？どうして？どうして？だってやっぱ風太くん 72% くらい取ってもらうわけですから、その票数の差でいかれたら多分総票数で言ったら風太くんの多分入ってるはずなんですよ、割合で言うと。第1回、CCC 恋愛王に輝いたのは風太クリムゾンラブキング、ラブです。1週間フータクリムゾンラブキングに、名前を変えていただきます。1位取って損は聞いてないわ。